まあ、ご承知のように我が党は消費者庁とは少し枠組みの違う、院という形で、まあ、内閣の一部門というよりも内閣からやや独立した形のオンボズマン的な提案をいたしておりました。でそういう意味でですね、まあ、今回の修正はそういう我が党の考え方を大幅に盛り込む中身になっておりまして、またこの間消費者運動などでいろいろと指摘をされてきた皆さんのそういう思いもほとんどが何らかの形で盛り込まれたと、このように理解いたしておりまして、まあ、そういう意味では当初出したものと多少の違いはありますけれども、基本的には国民の皆さんにとってより望ましい大幅修正であって、それを与党が飲み込んだということで、満場一致になったと、まあ、言い方はいろいろありますが、我が党の大きな努力がですね、実ったと、このように理解をいたしております。